はい、ということで皆さん、ファイナルファンタジー7リバースはやっておりますか？どうでしょうか？逆にやってないという方は、この動画わざわざ見ないと思うんですが、FF7 リバースも非常に面白いですが、皆さん、何かを忘れておりませんか？そうだ、あの男ということで、誰やねんって思うかもしれませんけど、まずはこちらをご覧いただければと思います。まあなかなかですね、衝撃的な内容なんだけどさ、ファミ通の、公式の記事で、こちらですね、掲載されている内容なので、また別途ですね、確認をいただきたいと思っているんですが、ファミ通、去年素晴らしいゲームを開発したのは、この方々です。っていうことで、なんとね、このようなメンツが、MVC に、選ばれております。で、この MVC とは具体的に何なのかっていったところなんですが、ベストゲーム開発者、およびスタジオといったところで、こちらの略となっております。まあ、非常にですね、名誉ある、そのような賞となっておりまして、で、この中で、見てもらったらわかると思うんですが、吉田直樹が入っていると、そうだ、あの超名作、ファイナルファンタジー16、こちらを開発した、そう、偉人とも言うべき名開発者吉田直樹、ヨシピーが入っております。まあなんとなく想像はついておりましたけどね、 MVC に選ばれるんだっていう、まあなかなかすごいよな。まあ例えばゼルダの伝説ティアキンとか、あとストリートファイター6で、アーマードコアとか、まあここら辺はね、本当にブレイクしたなっていう印象なんだけどさ、ここに単独で入ってくのすごくない？例えば FF16、FF16 のチームって言うんであればわかるんだけどさ、なんか一人だけ個人名っていう、なんだこれっていうね、なんかそういう話なのっていうところは置いといて、すごくないか。なんかもはや吉田直樹の功績としか言いようがないみたいな、単体なんだっていうね。なんか例えばこういったところとか、スタジオとか開発チームとかなのに、一人だけ個人名みたいな。いやー、すごいっすよね。はい。まあ皆さんがね、どう思うかどうかはわかりませんが、名作ファイナルファンタジーの名プロデューサーよ。はい。わざわざ名指しされるって、そんなすごい。いやだからちょっとこれさ、さすがに笑ってしまうよな。さすがにこれ笑っちゃうだろ、この並びで個人名みたいな。まあ正直 FF ね、16も売れてはいるから、正直入ってもおかしくないし、まあ妥当だとは思いますよ。決してなんかおかしな話ではないかなとは思っているんで。だって一応なんだかんだで全世界で結構売れてますからね。はい。まあ今 FF7 リバースもやっておりますが、このリバースより上回っている状況、売上本数かな。で、そういったところを考えると、まあ入ってもおかしくないよね。たださすがにさ、ちょっとこれ、面白すぎない？最後だけ名前っておかしいよね。さすがにちょっと、これは面白いわ。吉田以外のスタッフも表彰してあげなよ。いや、それなんだよな。全くその通りで、なんでこれさ、吉田直樹だけ吉田直樹なんだろうね。なんか一人だけ個人名っていうのがすごい違和感があるんだけど、すごいなと思いました。これはなんだろう、わざとなんかな、ネタでやってるのか、わざとなのか、どうなんだろう。ちょっとすごいよね、個人名っていう。まあそれだけね、プレゼンスがあったっていうことか。そう、だから、スクエニの中でも、やっぱ特別な位置づけだから。で、中にはね、次期社長じゃないかっていうこともね、言っているので、まあそういったところを考えたときに、なるほどっていうところですよね。はい。まあそういったところで今回、ちょっとかなりね、ちょっと面白い記事があったので、取り上げさせていただきましたが、皆さんどう思いましたか？ぜひ率直な意見をね、よろしくお願いいたします。はい。っていうか、ちょっとさすがに面白いよな。なかなかないからね。うん。いやけどさすがに笑っちまうよな。みんななんか開発チームとかスタジオとか書かれているんですが、ただ最後だけ個人名、珍しいよね。まあ珍しいというかなかなかないよな。はい。まあそういった状況ですよ。ぜひぜひ皆さんご意見よろしくお願いします。
吉田直樹か。けど一方で FF7 リバースってさ、皆さん誰を思い浮かべますか？なんか良くも悪くもなんか象徴的な人ってあんまりいないかなと思っていて、なんか言いたいことってわかりますか、ね、なんかこれがっていう人がいないんですよね。なんかこれがまあ果たして良いのかどうかといったところではあるんですが、なんかねもうちょっとね、なんか主役を張れる人というか、開発 P のそう象徴的な人がね欲しいなと思いましたけどね。はい、でちょっとチョコボが呼んでるんで、行きましょうか。てかあいつ早くね、めっちゃあれからいろいろ、あいつめっちゃ早くね。ねクラウド一緒にで直してくれってことか。はい、想像したらやっぱり怖くなっちゃって、もうすぐだね。ダメか、仕方ない、立ててやろうか。はい、はい、チョコボストップを修復しました。 OK でござると、黄金の羽を入手した。いやけどそれにしてもね、本当にFF7 リバースと16ってさ何がどう違うんだろうね。なんか16って本当に吉田直樹みたいな、吉田直樹率いる開発者軍団みたいなイメージがすごくあったんだけど、 FF7 リバースはなんかこれといったなんかこの人だっていうのがあんまり思い浮かぶことないよね。まあ一応そのいろいろな方がね関わっているので、なんか一概に言うことはできないんだけどさ、ただなんか結構意見で分かれると思うんですよ、なんかこの人だっていう意見って。まあそういった意味だとやっぱり FF16 吉田直樹ヨシピーってすごいんだなと思いましたね。なんかネタ抜きで普通にすごいよね。なんかそうやってさ FF16 って誰とか思い浮かべる人、誰か言ってみてって言われた時にヨシピーのことがね多分思い浮かぶことになると思うので、なかなかないことだと思いますよね。まあその証拠がさっきの、まあ、記事だと思っていて非常に珍しいと思いますよ。うん、それに村の人たちも。知らない人だよね。この村に何かご用ですか？どうもどうも、あ、僕シンラリゾートの社員です。シンラのネットワーク端末をお借りしたくて。ちょっとで、ここで交換の選択肢とかも出てくるのでちょっと見ておきましょうか。後ろの方々は、あ、この人たちは、
なんかいいね、雰囲気が。村だね、ちゃんと。まあそれは村ではあるよね。村っていうか町、うん、まあどっちもいいけど。落ちるなよ。ねえ、クラウドンちは？あれだ。めっちゃ近くない？かわいい。ごめん、無神経だった。似せてはいるが全然違う。だから何とも思わない。ほら、あれが宿屋。5年前はあそこに泊まった。いや、いいシーンだね。あれが村役場で、あそこがよろずや。それからティファの家だ。もしかしてここから見てた？え？ティファのこと見てたかなって。そんなことするはずないだろう。後方感度変化した。これは上がったのか下がったのか。そろそろで剣でかすぎじゃない？もう少しだけ。はい、ってことで一旦動画終わりましょうか。お疲れ様でした。はいはいはい。好感度なんか下がってね。なんか下がってる感じがするけど大丈夫か。ちょっとティファのところ行くか。はい。一旦ちょっと降りましょうかね。降りて、ちょ中入るか。ちょ、いろいろ探索してみるか、せっかくだから。旅の方ですか？